投資で老後に向けて資金を増やそうといろいろやっているが全部ダメ。そんな人にお届けします。収支ではもう全然プラスになってるんで、全く手がかからない副業、不労所得のそれに近いもんが。大手保険会社で働く吉川さん、金融のプロが将来のために選んだのがマンション投資でした。株だとチェックするのに時間を取られるのがもううざくて、投資信託は売りたい側にメリットがある商品しか買ってなくて結果損しますし、不動産投資はまあ別にまあ価格上がった下がったって毎日気にすることもないし、株や投資信託よりも合ってるのかなって思います。でもマンション投資って怪しい、危ないと巷にはネガティブな情報も氾濫していますが、やっぱり後ろ向きな意見言う人がいるんですよ。ものすごい修繕かかるし、まあ、価値も落ちるし、でもその人って地方で持ってるマンションだったんで、まあ、きっと大丈夫だろうっていうことで、持ち続けた結果、まあまあ良かったかなって。マンション投資は年金代わり、そして生命保険代わりにもなるので、将来不安や家族のためには最適な投資だと言います。そこで奥様にも聞いてみることにしました。それ主人の前で言っていいんでしょうかって思いますけど主人元気で多分生きてるからあんまりそこ考えたことないけど、でもそうなった時には安心ですよね。その家賃収入が今年意外なところで役立つことになりました。86万2千円っていうのが今の家賃収入が大学に行く息子の仕送りに充当できるなっていう、初めて役に立つなっていう、今まで通帳見ることもなかったんですけども。毎月確実に入る不労所得、吉川さんが成功できたのは信頼できる不動産会社と出会い、都心の高立地なマンションを購入できたからです。場所がいいんで、もうずっと持っときたいっていう気持ちはあります。でもまあ2人の子供がまあ独立する頃には売却とかもちょっと考え始めた方がいいのかなとも思います。あなたも吉川さんのように成功を手にしたいなら、頭金0円、初心者でも成功を目指せる不動産投資、シノケンハーモニーマル秘ノウハウブック全5冊を無料でプレゼント。ぜひ読んでみてください。ネットでは決して手に入らない貴重な情報が満載です。今すぐ下の青い確認ボタンをクリックして受け取りを。